深夜の温泉っていうのはね、なかなかいいもんなんですよ。誰もいない温泉の中をね、たった一人で占有するっていうのがね、なかなかいいんですよ。八景を回った後の一っ風呂はいいぞ。取り残った知床遠征もいよいよこれで最後の日でございます。あとはね、もうホテルから家へ帰るだけということでございます。いやー、長いようでとても短いホテル会でございます。ホテル会はそんなやってねえな、 VTuber 会だな、基本的にやってんの。さ、最後の朝食でございます。まあ最後っていうのは知床最後の朝食ですね。さ、なんかね、どうやらこのカレーパンが結構有名だったらしいです。まあ、今回もねリピートでございます。さあ、いただきます。で、取れない。おいおいおい。というわけで出発でございます。いやー、いい部屋でございました。うん。さあ、ここでなんだっけ、道の駅ウトロシリエトクからスタートでございます。なんとかねガソリン持ちましたね。ただね、帰り道までのガソリンはさすがに持たないんで、エネオスの方で、給油をして知床半島を後にいたしましょう。そう、結構こんなね、最果ての地でもね、ちゃんとガソリンスタンドはあるんです。満タンにして帰りましょう。エネオスカード、エネオスカードはね、ETC にあるんだ。ETC の中に入ってんだ。さ、トンネルを抜けて、おしんこしんの滝を横目に、さよなら、知床半島。また会おう、知床半島。今度は、夏とか、ね、春とか夏とかに行きたいですね。今度こそ。大塚海もね、また次見るのは結構後になりそうですね。斜里町のラルズストアで、ラルズマートだ、ラルズマートで一旦買い物を済ませてね、このまま天に続く道をまっすぐ進ませていただきます。天に続く道ってどっちだったっけ、どっちがゴールでどっちがスタート。一応展望台側がゴールだったよな、確か。うん。そしてこの道、本当は何なのかっていうと、実は農道です。その名も社網広域農道と言います。まっすぐ行くと網走と斜里町をつなぐ道でもあるんですけども、もう一つ大空町という、町の方につながっている道でもあるんです。ここをまっすぐ行くと、ある施設にたどり着くことができます。勘の鋭いこと方ならね、分かってるでしょう。どれぐらいまっすぐ行ったのかはよくわかんないんですけども、途中で曲がりくねった道とかはありましたね。それこでようやく左に曲がります。まあ何回か曲がったんだけどね、これでようやくね、しっかりした道、まあ前、これまでもしっかりした道だったんですけども、ここをようやく曲がるとね、大空町に向かうことができます。もうすぐですね、もう目と鼻の先らしいです。何やらね、隣側がもう明らかにね、ちょっと厳重に警備されてる系な柵があります。そう、ここがあの目番別空港でございます。
ちょっとね行ってみたかったんですよ。一度も行ったことなかったんで。メアンメツ空港だ。およそ200メートル先、結構ね重要な空港なんですよ。小規模の空港なんですけども、道東へ入る空側の玄関とも言われてるんです。結構ね人が入ってるな。駐車場すごいいっぱいいるな。すげえ。そう、この女満別空港、かつては AHS とのコラボで柚木ゆかりが館内放送をしていたという逸話があります。今はもうその影も残されてはいないらしいんですけども、ちょっとねチラッと覗くだけね、行ってみたいと思います。どんな空港なんでしょう。さ、中身です。一回この出発ロビーがあって、ど真ん中に実はなんとセブンイレブンがあります。で、あそこは出口ですね。で、エスカレーターを登っていくと、こっち保安場ですね。保安検査室か。で、このお土産コーナーがいつもの通りあります。で、屋上はいつもの通り毎度の空港、よく空港あるあるの展望台です。さあ、飛行機あるかな。ない。なんと飛行機はね、全部ハンガーに入ってるか、もしくは本当にまだ来てないのか、離発着すらしてないのかっていう状況でございました。すごいな、何もない空港っていうのも。で、現在地はこちらでございます。で、こっからまたね、内陸に戻って札幌へ帰らせていただきます。で、こんな寄り道をしたんですけども、実はそんなに所要時間、家帰るまでの所要時間はあまり変わらないんですね。それだけあの車も広域濃度が、信号もなければね、ほぼまっすぐな道っていう証明でもあります。あとは女満別空港からね、こっから美幌バイパスの先端に入ることができるんで、そこ本当にそこまで変わらないっていうのもあるんです。知床に行く際はね、ぜひとも女満別空港にも立ち寄ってみていかがでしょうか。なんかあれのコラボもやってるからね。